ここは前まで上がっていくか、2番の浅沼を抑えて誘導員をかわしていきます。しかしまだペースは上がりません。後方から4番の島田も上がってくる。さあ島田が前を叩いて残り600の鐘。3番の工藤はすんなりと下がって、ここは4番手、結果6番手に置かれる形になった人気の2番浅沼です。さあ縦1列残りが1周、徐々にピッチを上げていくか。4番の島田まだゆっくりとしたペース。2番手は1番の阿部、3番手には6番の三輪、後方から2番の浅沼仕掛けてきた。バックストレッチ、さあ2番の浅沼のスピード、3番手から2番手に迫ってくる。1番の阿部が止められない。4番の島田の横まで並んでくるというところだが、島田も懸命に頑張っている。4コーナーから直線、島田が先頭、外から2番の浅沼懸命に踏んでくる。2番の浅沼、4番の島田並んだ。ゴールイン、わずかに2番の浅沼か。2着争い。